有吉さん、顎を横にスライドさせて飯を食いそうなザワチンさんが4月27日にまだ見ぬ世界とかいうしょうもない曲で歌手デビューしたのですが、なんと初回限定版には基礎メイク講座の DVD がついているそうです。おい、本名小沢香織、お前いい加減しろよ。デビューシングルからがっつり抱き合わせ商法かましてんじゃねえぞバーカー。昔ドラクエ4の抱き合わせでクソゲー2本買わされてな、母ちゃんにぶん殴られたこと思い出したわ。てめえのやってることはな、クソゲーのバンゲリングベイに超クソゲーのスペランカを抱き合わせて売りさばくような最低の行為だ。ドラクエ級の名作作って出直してこい、この馬面タレントが。いやだから基礎メイク講座つけて、まあ売れりゃいいんだけどね。そうですよね、うん、何せよ、ね、何せよですよ、うん、本当に、はい、どうなんでしょうね、うん、いやだけどまあね、まあいいや、もう言うのやめよう、うん、はい、本当に。ラジオネーム仰天カルテット。先日福岡ソフトバンクホークスの和田剛選手が、うん、実に1673日ぶりに完封勝利をし、うん、いいリードをしてくれたと23歳の綾継選手を称えていました。和田が城島のリードに導かれていた頃、うん、それからもう十数年経つのか、うん、城島、おい城島源氏お前また福岡ローカルの冠番組で俺の地元に来て釣りしてたらしいな。俺が小さな頃お前がフィッシングスーツ姿で書いてくれたメジャーリーガー城島健二のサインボールを俺は未だに大事に保管してるからな。一人の城島ファンとして決して高望みはしません。城島選手、どうか野球に携わってください。いやもう全然野球から離れたみたいですよね。やってるんですよね、釣り番組ね、ラジオのペケミニ、はい、3年前、フライデーがページを埋めるためだけのしょんべん記事として有吉さんがスーパーで帽子を深くかぶりながらお刺身とビールを買う姿を掲載してやがりましたが、またしてもフライデーに取られたと聞いたので、うん、今年こそ熱愛発覚かと思い楽しみに記事を見てみたら、うんうん、有吉さん3年前と全く同じ帽子をかぶり10年ぐらい前から乗ってるオデッセイに寂しそうに給油をしていて、有吉は給油を終えると夜の街には目もくれず自宅へ直帰したと書かれていました。おいトスポ、お前ら3年前の記事でポストミノモンタは有吉弘行だって書いてたよな。この生活のどこがポストミノモンタなんだ。説明してみろ。この人が毎晩銀座で豪遊してるか、酒が残ったまま仕事場に来て本番中居眠りこいたか、女子アナのケツは上手に触る癖しててめえのケツの拭き方下手くそなクソジジイか。お前らが言うポストミノモンタはな、毎日毎日真面目に働いて安い車で直帰してな、家でペヤング食ってスマホのL動画見ながら線ずりしてるわけ、わくそバカ野郎。アリさんよ、3年前も言ったけどお願いだから雲の上の人でいてくれよ。オデッセイの給油口にガソリン入れるのもいいけど、女子大生の給油口にチンチン入れてくれよ。いつまでもホンダ車に乗ってるのもいいけど、一晩だけでいいからホンダ翼ちゃんにでも乗ってくれよ。頼むよフライデーも、もうこんな写真撮るんじゃねえよ。3年前と全く同じこと言うわ。俺はもうこんな情けねえ記事読みたくねえんだよ。見た見た、俺ももう何でもありだからね。もうまあだから、はい、もう何でもいいから撮っておいでなんだよね。かわいそうやな、まあ、そうかもしれないですけどね。なんかもう撮ってましたよ、なんかソバージュヘアの人が。あ、分かったんですか。分かってましたよ、ソバージュヘアのね、どんな感じの人かなあれ。お、若い感じの、若いっていうかもうおじさんなのに、ちょっとそれこそ俺のオデッセイ笑ってたけど軽自動車乗ってあのソバージュのなんかな、あのもうカメラなんかカメラマンなんですけども、今こんな仕事やってますっていう感じですね。っていう感じの、あ、もう思いっきり分かるんですか、カメラ構えてるのが。まあ車乗ってらっしゃるのは、まあしょうがないよね、そんな、まあ、仕事だ向こうも。そうですね、ラジオネームレインメーカー、うん、有吉さん、有刺鉄線や蛍光灯などを日常的に使うデスマッチ団体の大日本プロレスでおちんちんにまつわる出来事が起きました。社長の発表によると、おちんちんに痛みを訴えたマック武田レフリーが病院に行ったところ、おちんちんより蛍光灯の破片が発見され、わけもわからず麻酔をされ、手術で摘出した後、下手に動くとおちんちんから出血するので、医者から1週間の安静を言い渡されているそうです。包茎で生きててよかったこのレフリー絶対ドル向けじゃんそうじゃないとおちんちんに蛍光灯の破片なんか入りようがないもんね。
この事例によりセックスでの感度衛生面に加え自分の身を守る安全性においても包茎はズル向けよりも優位に立つことになった。ズル向けどはせいぜい風呂に入った時にでも足りない包皮を伸ばし頑張って包茎に戻してみるんだな。まあ無理だろうがな。それではバッドランクだ。テケミニを筆頭とするその包茎団体何なんだよ。ゴールデンウィークも包茎かお前ら。本当にそうですよね。ゴールデンウィークだっていうのにお前爽やかな風が吹いてね、うん、5月だっていうのに風変わる。お前のチンコはまだ冬ごもりかお前。挑発しない。また始まっちゃうからまた大戦争ですよ。顔出してこい、お前、つくしだって、お前、ふきのとうだって、お前、春だぞって顔出してんのに、お前、包茎はお前、5月だっつうのに、チンコ出されるのか、お前、言わないで、バカがよ、包茎団体が、まだまだ続きそうですね、ちょっと一旦ブレイクします。お前らが言うポストミノモンタはな、毎日毎日真面目に働いて安い車で直帰してな、家でペヤング食ってスマホのL動画見ながら線ずりしてるわけ。わくそバカ野郎。アリさんよ、3年前も言ったけどお願いだから雲の上の人でいてくれよ。オデッセイの給油口にガソリン入れるのもいいけど、女子大生の給油口にチンチン入れてくれよ。いつまでもホンダ車に乗ってるのもいいけど、一晩だけでいいからホンダ翼ちゃんにでも乗ってくれよ。頼むよフライデーも。もうこんな写真撮るんじゃねえよ。3年前と全く同じこと言うわ。俺はもうこんな情けねえ記事読みたくねえんだよ。見た見た、俺も。もう何でもありだからね。もうまあだから、はい、もう何でもいいから取っておいでなんだよね。かわいそうに、まあ、そうかもしれないですけどね。なんかもう取ってましたよ、なんかソバージュヘアの人が。あ、分かったんですか。分かってましたよ、ソバージュヘアのね、どんな感じの人かな、あれ。お、若い感じの。若いっていうか、もうおじさんなのに、ちょっと、それこそ俺のオデッセイ笑ってたけど、軽自動車乗って、ソバージュの、なんかな、もう、カメラ、なんか、カメラマンなんですけど、もう、今こんな仕事やってますっていう感じで、すいませんっていう感じの。あ、もう思いっきり分かるんですか、カメラ構えてるのが。まあ、車乗ってらっしゃるのは、まあ、しょうがないよね、そんな、まあ、仕事だ、向こうも。そうですね。ラジオネーム、レインメーカー。有吉さん、有刺鉄線や蛍光灯などを日常的に使うデスマッチ団体の大日本プロレスでおちんちんにまつわる出来事が起きました。社長の発表によると、おちんちんに痛みを訴えたマック武田レフリーが病院に行ったところ、おちんちんより蛍光灯の破片が発見され、わけもわからず麻酔をされ、手術で摘出した後、下手に動くとおちんちんから出血するので医者から1週間の安静を言い渡されているそうです。包茎で生きててよかった。このレフリー絶対ズル向けじゃん。そうじゃないとおちんちんに蛍光灯の破片なんか入りようがないもんね。この事例によりセックスでの感度衛生面に加え自分の身を守る安全性においても包茎はズル向けよりも優位に立つことになった。ズル向けどはせいぜい風呂に入った時にでも足りない包皮を伸ばし頑張って包茎に戻してみるんだな。まあ無理だろうがな。それではバッドランクだ。テケミニを筆頭とするその包茎団体何なんだよ。ゴールデンウィークも包茎かお前ら。本当にそうですよね。相変わらずでしょ。だっていうのにお前、爽やかな風が吹いてね、うん、5月だっていうのに風変わる。お前のチンコはまだ冬ごもりかお前。挑発しない。また始まっちゃうからまた大戦争ですよ。そうですよ。顔出してこい、お前、つくしだって、お前、ふきのとうだって、お前、春だぞって顔出してんのに、お前、包茎はお前、5月だっつうのに、4月27日に、まだ見ぬ世界とかいうしょうもない曲で歌手デビューしたのですが、なんと、初回限定版には、基礎メイク講座の DVD がついているそうです。おい、本名小沢香織、お前、いい加減しろよ。デビューシングルからがっつり抱き合わせ商法かましてんじゃねえぞバーカー。昔ドラクエ4の抱き合わせでクソゲー2本買わされてな、母ちゃんにぶん殴られたこと思い出したわ。てめえのやってることはな、クソゲーのバンゲリングベイに超クソゲーのスペランカを抱き合わせて売りさばくような最低の行為だ。ドラクエ級の名作作って出直してこい、この馬面タレントみたいな。
いやだから基礎メイク講座つけて、まあ売れりゃいいんだけどね。そうですよね、何にせよ、何にせよですよ、うんうん、本当に、はい、どうなんでしょうね、うん、いやだけどまあね、まあいいや、もう言うのやめよう、うん、はい、本当に。ラジオネーム仰天カルテット。先日福岡ソフトバンクホークスの和田剛選手が、うん、実に1673日ぶりに完封勝利をし、うん、いいリードをしてくれたと23歳の綾粒選手を称えていました、うん、和田が城島のリードに導かれていた頃、うん、それからもう十数年経つのか、うん、城島、おい城島健二お前また福岡ローカルの冠番組で俺の地元に来て釣りしてたらしいな俺が小さな頃お前がフィッシングスーツ姿で描いてくれたメジャーリーガー城島健二のサインボールを俺は未だに大事に保管してるからな一人の城島ファンとして決して高望みはしません。城島選手、どうか野球に携わってください。いやもう全然野球から離れたみたいですよね。そうですよね、釣り番組ね、ラジオのペケミニ、はい、3年前フライデーがページを埋めるためだけのションベン記事として有吉さんがスーパーで帽子を深くかぶりながらお刺身とビールを買う姿を掲載してやがりましたが、私でもフライデーに取られたと聞いたので、うん、今年こそ熱愛発覚かと思い楽しみに記事を見てみたら、うんうん、有吉さん3年前と全く同じ帽子をかぶり10年ぐらい前から乗ってるオデッセイに寂しそうに給油をしていて、有吉は給油を終えると夜の街には目もくれず自宅へ直帰したと書かれていました。おいトスポ、お前ら3年前の記事でポストミノモンタは有吉弘行だって書いてたよな。この生活のどこがポストミノモンタなんだ。説明してみろ。この人が毎晩銀座で合流してるか、酒が残ったまま仕事場に来て本番中居眠りこいたか、女子穴のケツは上手に触る癖しててめえのケツの吹き方下手くそなクソジジイか。お前らが言うポストミノモンタはな、毎日毎日真面目に働いて安い車で直帰してな、家でペヤング食ってスマホのエル動画見ながら線ずりしてるわけ、わくそバカ野郎。アリさんよ、3年前も言ったけどお願いだから雲の上の人でいてくれよ。オデッセイの給油口にガソリン入れるのもいいけど、女子大生の給油口にチンチン入れてくれよ。